んどうもこんばんは。こんばんは。本日はカオルさんに登場していただきまして、はい、桃の実は企画を持ってまいりました、はい、その企画というものはカオルさんを30歳若返らせよう大作戦イエーイ。20代にしますとかさ、あ、じゃあ、そういう風に言ってくれる。30歳言い方がすいません。じゃあ20代にしてみせます。お願いします。桃の実の、まあ、普段やってるお化粧とかだったり服装だったりとかでやっていきたいなと思います。すごいいいニュース、はい、本当ですか、うん、ありがとうございます。はい普通なんだよということで、はい、はい、早速行きましょう。はい、レッツゴーミオ。何それ言っといてよ。じゃあそれでは早速、メイクからやっていきたいと思います。はい、お願いいたします。ちゃんと自分形から入るタイプなので、はい、こういう風につけて、はい、それは分かってます。はい、いや自分は特注なんでね、あのびっくりしないでください。どこに何が入ってるかも分かんないで。この時間私は何を？あ、なんで、あんで、全然大丈夫ですか？はい。カオルさんに、うん、入ってないよ。用意しとけよ。本当に用意しとけよ。大丈夫。ともこさんもねいらしてくださってるんです。うん、このカメラの裏側に。用意しちゃ失礼します。されてね、中身がなくてかわいそう。カオルさんが泣いちゃうからね。ピエンピエンやんないでそういうこと。次日焼け止め失礼します。日焼け止め、はい、外行かないのね。はい、なんか大事なんですって。日焼け止め、はい、もう手遅れじゃない。いや、これなんかこのやつはこの年になったら下地にもなって。へー、失礼します。気持ちいい。そりゃよかったね。はい、よし、はい、よし。そしたら、うん、よくわかんないやつをよくわかんないやつを塗られます。私よくわかんないやつファンデーションです。はい、多分カバーがなくて。引退を決めた理由などはあるんですか？あのね、もうね、はい、ずいぶん前から引退はしようと思ってたの。はい、あ、でもそうですよね。それ引退をしようと思った、うん、発表しようと思った大会で怪我なさった、うん、そう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 、だから発表できずに、はい、でそこで、まあ、長屋さんが復帰をされてるから喋、ね、ってんだけど。すいません、はい、復帰をね、はい、どうぞ、はい、やりながらでいいですよ。復帰を、復帰工業をやってくれた時に、はい、ね、すごいいい話しようとしてるの。申し訳ないです。ね、その復帰工業で、はい、あ、もう引退を発表しようと思っても楽しすぎちゃって、はい、もうちょっとやりたいなと思って、はい、続けてっていう感じで今日に至るって感じ。え、ね、思った時からどれぐらい経ったんですか？10年経って。うわ、すごい、はい、そうでしょ。はい、だからあの東日本大震災があった年だから、ちょうど引退しよう、はい、引退発表しようと思って、はい、でその試合前に長野さんにこれから発表しますっていうことも伝えて、はい、しっかりねっていうことも言われて、はい、で引退は俺が見て やってやるっていうのを言ってくださってたから、はい、うん、で引退発表しようと思ったら怪我しちゃって、はい、そこからがね、あの復帰までが3年半かかっちゃって、はい、そしたら今度はあのマーベラスができた、はい、っていうタイミングかな。そういうあのタイミングがあって、いろんな
になったって感じかな。今となっては良かったなって思いますか。引退が伸びて。はい、そうです。それはもちろん。10年前。だってミュウさんにこんなメイクしてもらう得てるんだよ。そうですね。それは伸びて良かった。理由が。いや本当に冗談はさておき、はい、あのみんなに会えたし、はい、うん、それが一番かな、財産だね。こんないい話をメイクしながらやるもんじゃないですね、うん、え、気づいちゃった、はい、でも今気づいたって、あのね、ブログにね、書いてるのよ、いろいろと、はい、そのね、はい、こういうことを、はい、でもね、書き始めてね3ヶ月ぐらい経ってる、はい、書いては消して、消して、あ、なるほど、はい、また、まあ、それは残してるんだけど、もともと、元はね、はい、残してるんだけど、そう、保存はしてるんだけど、それをまた読み返して、はい、また書き直して、はい、ずっとなかなかまとまらなくて、言葉って難しいですよね。難しい、本当に誤解を与えてしまうから。でもこの YouTube はマーベラスの YouTube 登録者2万人超えたんですよ。素晴らしい。これ10万人超えると盾もらえるらしい、はい、YouTube から。すごいね、目標に。うん、頑張って。カオルさんが引退するまでに10万人ぜひ皆さんご登録を、うん、そしたらその盾を 持ち逃げします。カオルさんが、はい、自分との思い出はありますか。ここでなんか語れる。ミヤとの思い出はね、はい、あのこれ使えるかどうかわかんないけど、ミオが合宿所から逃げ出したことがあって使います、使います。とりあえず喋っていただいて。道場に返したっていう思い出が。それが一番の思い出です。選ばれたのはそれなんですね。そうそう、まあ、ありすぎるよ、お前との思い出はいっぱい。はい、とにかく、まあ、先住人もね、はい、最初に一緒に出たし、はい、いっぱい一緒に行動したから。あれですよね、あのパンチタンカーも。そう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 、ベッドで一緒に寝てたね。しましたね。だから申し訳ないけど、もう子供にしか思えない。じゃあ今成長したなって思いますか。もう成長したとは思うけど、はい、成長したっていくつになったって子は子じゃん、はい、うん、だからこうなんだろう、よくさ、カオルさんを本気にさせたいって言うじゃん、試合とかでも、はい、きっと無理だと思うんだよ。何ですか。子供だから。畜生。なるほど、うん、それはね、はい、申し訳ないけど、いつまで経っても山飛びにです。佐川じゃないの、山田。うん、うん、どうしよう。何でもいいですよ。テレビも山田。あ、本当、よくわかんない。自分でできますか。そうだよね、はい、怖いよね。こんな、だって鏡もくれないでさ、自分でできますかって言われたら、ね、ここ見るしかなくない。ちっちゃ。 ありがとう。ちっちゃ。それでひどい話。ひどい話だぜ、はい。すごい、これいいね。100均ですよ。
え、これ？はい。バネがあるかないかで全然違いますね。バネあるのいいね。はい。ママのミオが100均のこれなんていうの？ビューラー。ビューラー使ってますよ皆さん。ビューラーは100均じゃないですか。あ、そうなの？私いいやつだよ、はい、本当ですか？ちょっとお高めの、うん、でもこんな綺麗にはいかない。何回でも変えられるじゃないですか。ねえ、お金じゃないのね。はい、いい感じ。じわじさんしてます。この日もそれだ。マスカラ一つ。どうしたらいい？このままでいい？なんで？これやるかやらないかで、うん、全然違うってことに気づいて。まつげが上がりっぱなしです。だそうですよ皆さん。はい、下地はしましょうね。マスカラ、ね、ファーシオマスカラです。だってです。ファシオさん、ファシオさんなんかください。あのよく化粧品くださるファンの方いるじゃないですか、うんうんうん、からいただいた。私もそれ使ってます。これめっちゃ良くないですか？いいです。それめっちゃいいです。塗るつきまつげ、うん、自分憧れがあったんだ、忘れてた。え、途中で。はい、なんかこういうのやるときに、あ、メイクさんね。はい、やってるね、そうやってね。はい、それ基準でやるのやめてくんない？だからってやりづらくて変な風になるの。自分うまいかもしれないです、お化粧とか。ジガジさん出ましたよ、また。いや私はマリアだと思うな。マリアしかやってもらったことないけど。じゃあ今日結局ね。結局こうなってんじゃん。まあいいや、こっちか、まあ、いい。そうよ、そういうことよ。ねえ、笑いすぎてさ涙いっぱい出ちゃってさ、はい、本番までにぐちゃぐちゃになりそうです。はい、ここについてるんでしょ、それで。あ、でも かわいいですよ、カオルさん。 いつものなんか怖いっていうのがないです。ひどくない？違う、ひどくない？聞いてください。そんな怖くしてないけど。試合の時とか怖いじゃないですか。怖くしてるつもりない。暗いメイク。あ、まあ ね、 そうね。じゃなくて、まあ、自分はちょっとオレンジ系を使いました。わかりました。で、普段あんまり使わないだろうなっていう、うん、ちょっとこうキラキラとか怖めにはしてるけど、はい、はい、ですよね、うん、これを、これすごいですから、目つぶってください。わあ、綺麗。かわいい。キラキラ。はい。ものすごく好きです。ちょっと見てないから何とも言えないのよ。これは手じゃないとつかないんですよ。あー、ほんとだ、うん、すごい。ほんで、うん、ほんで、ほんで、このキラキラも、うん、これはこのちっちゃいやつじゃないとつかないんですよ。うん、すごいね。これを目下にやりたいです。ここに塗るのが私は好き。これが20代です。おー、わかりますか？だんだん20代に。もう小指にスポンジもつけなくなりました、これ以上。怖い。何？そのまま言ってるから。怖かった？怖かったね。はい。いいじゃないですか。はい、いいですね。いいですね。もう試合も終盤です。うん、はい、試合試合してました。はい、これちょっとオレンジなんで、うん、これ
20歳か21歳の時にもらったの。シャネル、おシャネル、はい、まだ使えてます。失礼します。にっこりお願いします。自分のやり方でやりますね、うん、完全に、うん、普段は絶対やらないだろうなっていう、うん、目の下です。私がね、はい、ほらあーやんなよ。やんないですよね、うん、もうちょっといきますね。はい、どうぞ。およきよき。何それ。ハイライト。あ、そこについてんの、ハイライト。こぼれたやつでしょ。こぼれたもの。はい。あ、こんなに違うんだ。自分じゃ分かんなかった。だって箱開けてないでしょ皆さん。箱の蓋を触ってこうやってつけてくれてます。それでも十分ついてるみたいですけど。え、こんなに違うんだ。すごい面白い。ありがとうございます。はい、適当です。なんかやった方がいいかなと思ってやってます、はいはい、じゃあとりあえず、うん、お化粧はこんな感じで完成。こんな感じ。はい、全然違いますね、いつもと、うん、いつもすっぴんだからね。というわけで、はい、一旦 CM です。はい、はい、お化粧が終わりましたので、続きまして、ウェアチェンジをしていきます、はい、魔法をかけますね、はい、テクマクマヤコン、テクマクマヤコン。カオルさんが30代若くなるコーデになーれー。リラ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 。はい、カオルさん、はい、20代になった感想はいかがですか。わかりません、私見てないので。そっか。とりあえず一個ずつちょっと説明していきたいなと思います、はい、まあ、お化粧はこんな感じですね。いつもと全然違うと思います。ありがとうございます。はい、あの お試しは、はい、お試しじゃなくて、なんて言うんだっけ、こういう時、あのお試しは、お試しじゃなくて、なんて言うんだっけ、こういう時、目標じゃなくてチャームポイントみたいな、代表作なんて言うんでしたっけ。チャームポイント、ポイントは、ポイントは、ポイントは、はい、このやっぱ目のところですね。目つぶってもらってもいいですか。キラキラな目と、あとは目の下のチーク、はい、うん、とやっぱいつも絶対使わないであろう色のリップです。はい、はい、すごくいいと思います。ありがとうございます。そしてこちらですね、あの絶対つけないですよね、こんなの、うん、ハッピーって書いてあるビーズのネックレス、うん、自分大好きなんです。つけないです。すごいですね、この手。あ、手はいいかな。手、うん、ゆきちです。ゆきち、ゆきち、全部ゆきち。あのね、かませちゃうの、はい、私が優しいから。ストレス溜まってんだろうなと思って。いいよいいよ、カメカメ、はい、はい、じゃあ優しさの証ということで、はい、で、はい、服装が、はい、タイダイ柄の T シャツに、はい、下はなんて言ったらいいか、フレアパンツ、はい、で、厚底のサンダル、はい、となっております。はい、じゃあちょっと内カメにするので、はい、カオルさん自分で感想お願いします。はい、下見せてもらっていいですか。 下、ずっと、あー、はい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 、どうでしょう皆さん、20代に見えますか。
見える？はい、え、これでこのままどっか行きたくないですか？ねえ、コロナじゃなかったら行ってます。まあでも嘘です。合わせてくださった。いや、本当にあの楽しかったです。ありがとうございました。はい、カオルさんを20代にして見せましょう企画。はい、カオルさん何でも似合いますね。大成功。何でも似合う。ありがとうございました。楽しかったです。ありがとうございます。皆さん、この動画がいいと思ったらグッドボタンを、そして、うん、悪いなと思ってもグッドボタンを、もう別に普通だなと思ってもグッドボタンを、そしてお願いいたします。まだの方はチャンネル登録をよろしくお願いします。言わされてます。よろしくお願いします。はい、カオルさん、いや本当に思ってますよ。チャンネル登録本当によろしくお願いします。ご出演いただきありがとうございました。ありがとうございました。楽しかったです。ありがとうございました。それでは皆さん、コロナに負けるな。さよなら。マーベラスパッカーンパッカーン、あんたたち、バイバイ。それでは皆さん、何かいました、喉に何かがいました。